トラ日記の勝っています。もう信号が変わっちゃったはい、今からちょっとね細い道を走っていくんですけど、いけるかな、いけんな、これはここはいけませんね。前が見えないからいけないね。今前にバスがいるんですけど、ちょっと前向きましょうか。夜なんでちょっと真っ暗なんで、僕の方にカメラ向けても何も映らないんで、またちょっとね外を向けとこうかなとは思いますけど、今静岡の方にね向かってるんですけど、ちょっとした道で走ってます。よく通る道なんですけど、瀬戸抜けてね、トヨタ抜けて、であとはね1号ビヨーンと走っていこうかなと思ってます。
く週末はあれですね、なんか庭の庭いじりをして庭いじりとしてというか、ね、なんか伸びてきたやつをカットしたり、そんなことをしてましたね。っていうか暑い、ほんと今もう外でなんかあえてちょっとね、なんか草むしりしたりなんかするだけでも汗だくですもんね。どうなんですかね、今週ぐらいからなんかね、晴れ間が結構続いてるというか、週間予報にも晴れが並んできたんですけど、太陽のマークが。もう梅雨明けのあれなのかなと思ってますけど、多分そろそろ梅雨明けなんじゃないですか。やっとジメジメから解放されると思いながら、次はね、もうジリジリした暑さがやってくるのかって。まあそれとあとやっぱ本当にね、なんか夕方降るようなああいうゲリラ豪雨とか怖いっすよね。本当降り方がひどいんで最近、そこがちょっと怖いなーってところですよね。GoPro の外の映像がこの暗さで撮れてるのかなってちょっと心配なんですけども、大丈夫かな。バージョンになるかもと思うんですけど、まあ、ちょっと一通りぶらーっと撮っていこうかなーってとこです。左のアングルで撮ろうかなと思ったんですけど、前一回左でね、確かこの辺撮ってるんで、ちょっと今日はまたね、右側で撮ってます。やっぱね、暗いとなかなかね、綺麗に映像映らないんで、ノイズがすごかったりね、やっぱね、ちょっとすごいんですけど、なかなか鮮明に撮ることができないんで、まあ映像がダメならね、なんか面白い話でもしろって思うかもわかんないですけど、まあ面白い話もないんですけどね、面白い話あるかっつったら面白い話はそんなにないんですけど、そういえばあれですね、前なんかコメントに他のトラック YouTuber さんとコラボが見たいですみたいなね、入ってたんですけど、あれなんですよね、そんな僕からコラボしてくださいなんてよう言わないっすわねえ、せいしね、やっぱコラボしてくれる方たちも僕とコラボしても何のね、なんかメリットもないんじゃないですかやっぱメリットのある人たちとコラボした方がね、なんかそういうあれなんじゃないですかね。多分そうだと思いますよ。でも本当会ってみたい、なんていうんですか、方たちっていうのはいるんですけど、本当会ってみたいなーって、なんか話してみたいなーっていうか、
ていうか、なんかどっかで一緒に写真撮りたいなみたいなそういう方は見えるんですけど、なかなかね、なかなかですよ。僕ね、まあ、本当に人見知りなんで、自分からこうゴイゴイ前に行けないんで本当に ようそんなこと言えないですよ。コラボしてくださいなんてで、僕結構そのああいうツイッターとかにも、今日どこどこ行きますとか、どっち方面向かってますとか、そういうことを入れないんですよ。入れないので、多分皆さん僕がどこ走ってるかね、どこっていうか、そのだいたいこの北陸と静岡あたり走ってるんですけど、今日がね北陸なのか静岡なのかっていうのがみんなわからないと思うんですよ。結構ね、皆さんツイッターでこう、今日どっち方面行ってます、今日どこどこ行きですみたいなね、今どこどこにいますみたいな、そういうの入ってるんですけど、まあ、僕そういうのやってないんで、なんで余計にね、多分そういう機会も多分少ないというか、なかなかないと思うんですけど、本当に多分、まあ、パーキングやったりサービスエリアでたまたま見かけて、本当にね、まあ、僕がこう勇気を振り絞って声をかければ達成するかもしれないですけどまずね、まあ、向こうから気づいてもらえるなんていうことは多分ないと思うんで、僕がやっぱ気づかないとダメだと思うんですけど、気づかないとっていうかね、声をかけないといけないと思うんですけど、なんでなかなかそういうのはね厳しいかなって感じですね。でもどっかではね、ばったり偶然出会えるってこともあるかもわかんないんで、まあ会えたらね、まあ会えたらでも声をかけてみたいなって方は本当いますね、何人かいます。ですよね、こんだけね広い中でばったり出会うってなかなかですよね。運命ですよね、早そうなったら。繋がってると思うんで、あれだと思うんですけど、僕そんな繋がってないんであんまりだから、そんな何、あどこどこに何々って情報もそんなに入ってこないし、ね、ツイッターとかああいう、まあ、コメントとかなんとかでこうやり取りした方たちはいますけど、ね、そんな電話したりどうこうしたりとかそういう人は見えないんで、なかなか厳しいんじゃないですか。まあ多分ね、そうゴイゴイ行く人だとね、多分自分からこう連絡を取ってね、何々しましょうみたいな感じでやってるのかどうなのか分かんないですけど、そういうことができちゃうんだと思うんですけど、まあなんせ僕はそういうことができない人なんで逆に何かこう、ああ分かりそうかなみたいな感じになると僕逃げてまうかもしれないんでで、ほんとね、でも数回会えば結構こう
話せるようになったりするんですよ。結構こうわーってできるんですけど、最初っていうのがなかなか本当に難しい。結構な人見知りです僕は。あえてね、なんかわーってできる人たち羨ましいなと思いますもんね。すごいなと思いますね。できないからな、そういうの。結構でも本当ね、どんな人でも普通にわーっていける人っていけるじゃないですか。普通に話しかけちゃったりするじゃないですか。かけちゃったりってね、あれですけど、普通じゃないですか。あれすごいっすよね。なんでそんないけるんですかね。行ける人とかに本当聞きたい。普通なのかな、別に何を普通な感じでファッとそこに入っていけるのかな。逆に向こうからするとなんでいかんのやろって感じなんですかね。本当に羨ましいなと思いますね、ああいうのね。なんかみんなと仲良くなれるじゃないですか、ああいう人って。僕仲良くなるに時間かかっちゃうんですよね、どうしても。そのこう喋れるまで、なれるまでに時間がかかっちゃうんで、その間に結局ね、なんかあいつ面白いねやつやなみたいな感じでやっぱ思われてまったらどうしようみたいな。で、思われてやっぱね、実際思われたら多分もうそこ仲良くならないじゃないですか、最初の段階でね。なんか分からんな、あの子分からんなみたいな感じで終わってまうんじゃねえかなっていう。そういうの考えるもんってあれなのかな。それは、まあ、昔よりはだいぶ良くなったかなとは思いますけどね。そんでもまだやっぱダメですね。初めてってなるともう顔がよう見れないっていうか、だから全然顔も覚えれないんですよね。初めての人の顔をしっかり見ないから。これではいかんと思ってなるべくこうちゃんと見るようにはしてるんですけど、なんかなかなかやっぱ覚えれない。ありませんかそういうのね。本当で多分こういうので友達を作るチャンスを失っちゃうんですよね、多分ね。結構なんていうんですか、こう仲良くなればワイ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 喋っていけるんですけど、だから多分コラボしてくださいって言って行ったところで超つまらんやつになりますよ多分。何にも喋らんにけこいつみたいな。なんか誰かおったかみたいな感じぐらいになりますよ多分。
っきからあいつなんかおるけど誰なんやあれはみたいな感じになりますよ、だってね、向こうのチャンネルの人にしてみたら。でも僕あのトラック系の YouTuber の方たちって、まあ、ほんと数人しか見てないんで、あまりその幅広く知らないんですよね、正直。名前とかそういうのは知ってても、そのしっかり見てる人ってそんないないんで、数人ね、好きで見てるって方たちいるんですけど、やっぱ名前は聞いたことあるけど動画見てないとかそういうのはいっぱいあるんで、見ろよって話ですか。ね、そうそう、なんで多分まあその絡みもやっぱりないんで、あんまり分かんないんじゃないかな多分。いろんな方も多分僕の存在自体を知らない人も多分めちゃくちゃいっぱいいると思うんで。はい、難しいですよね、ああいうのはね。仲良くなるのが嫌いだとかそういうことはないんですけど、普通に仲良くはなるんですけど、多分浅いんじゃないですかね、僕は。浅くいる人なんじゃないですかね。あまり深くならない、仲良くっていうかね、深くこう入り込まない人なんで、もう浅いとこでなんか、あ、知ってるぐらいな感じ。そんな感じの人なんで僕は。あんまり深入りしてなんかごちゃごちゃに巻き込まれたくないっていうのが正直なとこなんで。ねえ、めんどくさいじゃないですかそういうの。結局そこかよって感じですよね。結局めんどくさいかよ。ねえ、でもほんとそうなんですよ。なんかごちゃごちゃするの嫌じゃないですか。結構ね、誰々がどうやこうやってなんかそんな風に思ってないのにそこにおったらそう思われてまうみたいなね、アネンタも一緒やろうみたいななってまうのも、本当はそういうの僕好きじゃないんで、かといってね、孤独が好きかって言ったらそうでもないんですけど。全然みんなでワイ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 は楽しい人なんで、要は難しいやつだよってことですねこれ。ねえ、今多分僕どんなキャラを YouTube 始めて何年経った、1年ぐらい経ってるんですよね多分ね。1年ぐらいで今頃なんか自己紹介みたいなこと言えるけど。僕についてですよねこれね。今頃だいたいそんなやつがなんで YouTube やっとるんやっちゃう話なんですけど、まあ、基本そこなんですけど。ね、私がリアなんでなかなかあれですね。多分あれなんですよ、恥ずかしがり屋なんだけど
目立ちたがり屋なんじゃないですかね、多分そういう感じなんじゃないですかね。でもパッと何かしろっていうと恥ずかしくてできんねえけど、でも多分注目は浴びたい人なんやと思いますよ。なんかそんな気がしますよね。ああいうね、車なんかでもそうですけど、結構こう派手な車にして乗ってたりしてたんで、こう目立ちたい気持ちはあるんやけど恥ずかしいんですよね、多分ね。やっぱあれなんですよ、やっぱそういうめんどくせえ性格してるんですよねえだから結構ね、ゴイゴイ行ける人を見てると本当にうわすごいって思う。すごいな、あの人すごいなって羨ましいというかね、なんかいいな、いい性格してるな。まあでも中にはね、やっぱゴイゴイ来られると嫌な人っていう人もおるで、あれなんですけど、なんか行けない人なんで、向こうから帰って来てもらえるとすげえ助かったりしますよねでなんかそういう喋る機会が増えるじゃないですか。なやむんで、ああありがとうと思う、助かったみたいな。でもし僕を見かけて、ね、声をかけていただいた方ね、僕多分最初すげえおどおどしてるんで気にしないでくださいもうそういう人なんで、何回か会えば多分こんな感じでわーってできるっすけど、もう最初は本当に多分よう目も見れんと思うぐらい下向いてて、もうあたふたしてると思うんですけどあ、人見知りなのねって思ってくださいでも話すことは多分できると思うんで、話すことはできたとしても、なんか顔を見てこうじっくりこう楽しくわーってなんか笑っとっても下見て笑ってまうみたいなね、顔を見れないっていうか、そういうのがあるんで、まあまたどっかで会った人でもね、それを楽しみに声かけてくださいさあどんな反応するかなみたいな。でもああいうね、前もああいう積み地のところとかでね、出会って声かけていただいた方見えましたけど、あれやっぱね、本当めちゃくちゃ嬉しいですよ、声かけてもらえると。結局僕もっていうかそうなんですけど、皆さんどういう風にね、動画を撮って動画投稿して、そのなんか、まあ、有名になりたいとかそういう風でね、やってる方も見えれば、お金儲けのためにやってる方も見えればっていう感じなんでしょうけど、まあ僕がなんでやってるかっていうと、なんでですかねでも正直そのなんていうんですか、見ていつも見てくれてる方とか、ほんとコメントくれてる方とかとこうなんかこうつながってなんかやってるっていうのが僕は面白いんですよ。なのでなんていうんですか、そんなにがっつりね、なんか有名になりたいとかそういうことは全然なくて、正直だからなんですけど、だから逆に僕は多分ツイッターとかにもそういう場所を入れてないんですよ。そこじゃなくて、僕はなんかこう楽しくやっとれたらいいなってくらいな感じなんですよ、まあ、僕の動画とか僕に興味を持ってくれて、こうね、こういろんなコメントくれたり見てくれたりしてくれる人いるじゃないですか。そういう人たちがなんかこうで、僕が
楽しくて笑った時にね、一緒に笑ってくれとったり、動画見ながらそれについてコメントくれたりで、僕もそのコメント見てなんか、あ、なんか一緒だったねやみたいな、面白いなみたいな思うんで、そういうのが楽しいんですよ、僕は。なんで、まあ、どういうね、あれで YouTube をやるっていうのも人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕はそういう感じかな。なんかそういうコメント一つ一つがすっごく楽しい。僕ね、 YouTube やる前とか、ああいうインスタとかやって、インスタとかも結構そういうコメントが来て、コメントね返したりしてたんですけど、まあ、それもやっぱりね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。そういう、まあ、自分の知らないことが入ってきたりもあるし、その人の考え方が入ってきたりもするじゃないですか。そういうのが結構面白くて、まあ、インスタのああいうのでね、そんなアンチみたいなああいうコメント入ってくることは、まあ、全くないんですけど、なんでこの YouTube ってやつはこんなにアンチみたいなコメントが入ってくるんやろうと思うぐらいですけどね。まあ、話がそれそうやであれやけど。なんですかね。なんで他のところは別にそんなコメント入ってこないんですけど、なんでこんなにアンチみたいなコメントが入ってくるんやろうと思いますけどね。まあ、僕そんなむちゃくちゃ入ってこないですけど、たまに入ってくるんですけど、なんやろうなと思いますよね。なんでやろうって、あれなのかな、このね、僕インスタを普通に趣味で写真とかの投稿してるんで何も入ってこないのか、このトラック系のやつやもんでこんなアンチコメント入ってくるんですかね。他のでもチャンネルとかも結構アンチコメント入ってるって言ってますもんね、みんなね。なんで YouTube はこんなにアンチコメントみたいなやつがあるんですかね。わかんないですね。なんか本当そんな感じしますよね。なんやろこれって。あれ面白いんですかね。まあ面白いでやってるんですよね、多分ね。そういう人たちはね。でもあれなんかね、こうアンチコメントを入れて結局なんか入れたったって思うかもしれないですけど。なんかそのみんなが見とるぞっていう感じで多分入れると思うんですけど、その人のコメントを結局 何十人とか何千人とかね、ああいう人たちが、もうすごい人たちになれば何万人とかの人たちがそれを見てそのコメント見とるわけじゃないですか。でそのね、そのコメントを見てみんなどういう顔して見とるんやろとか、どういう目で見とるんやろっていうのを一遍想像してみた方がいいですよね。多分おお、そやそやって思っとる人は本当ごくわずかいと思いますよ。まあ、みんななんか絵文字で言うとなんかこう 横の、ね、目のところが線が横になったような、なんかそんな感じの絵文字みたいな顔してると思いますよ。あれもね、でもアンチコメントっていうのもなんかわかんないですよね。これはアンチなのかなみたいな。あ、でもなんか真っ当ななんかね、あ、コメントやなって、批判してるわけじゃないけど、なんかこう、あ、これわかるなみたいな、わかる意見やなみたいな、コメントやなみたいなやつもあるんですよ。でも見方によっちゃそれはアンチコメントなんですよね。だからあれ、あの辺も難しいですよね。正直にこうバッて言ってる人もね、それ正直な感想で言ってるんでだろうけどね、だからその辺が難しいんですよ。これはアンチなのかな、何なのかな。まあでもその要はその人たちが求めていればいいと思うんですよ。その違った答えどうですかみたいなね、
聞いた答え、その問いかけられとったらそういうふうに言ってもあれなのかもしれないですけど、まあ、わざわざ否定的な意見をそこに入れる、聞かれてもないのに入れる必要もねえかなと思いますけどねどうなんですかね、わかんないですけど、僕もあんまりそういうのね、そういうのは入れたこともないし見たこともないんでわかんないですけど、でもアンチコメントとかああいうのって結構こうやっぱ見てほかっといてくださいみたいなね、アンチコメントはほかっとくのが一番ですよみたいなこと言うけど、あれはやっぱりみんな見てまったらほかっとくことなんかできないと思いますよ。絶対こう心の中に残ったり、その言葉が頭にね隅に残ってまったりで、そのぐらいなんかこう人をこうね追い込むようなそういう言葉っていうかね、コメントっていうのはそういうものやと思うんで、まあ、あんまりなコメ、なんていうんですか、批判コメントっていうのはあんまりやらない方が僕はいいと思いますね。やっぱ人を追い込んじゃうんで、まあ、僕みたいになんかどうでもいいわと思ってる人はいいかもしれないですけど、まあね、あなたはそうやって思ってるんだって思える人はいいと思うんですけど、それを真に受けちゃう人もいるわけじゃないですか。だからコメントって怖いですよね。まあ、もんで、あんまり度が過ぎるね、ああいうコメントが来るんだったら、やっぱりもうコメントオフにしとくとか、そういう対策をね取っといた方がいいと思いますよね。追い込まれちゃったら怖いですもんね、やっぱりね。せっかく楽しむものでね、そんな追い込まれとったらね、なんか意味ないじゃないですか。わかんないですけどどうなのかわかんないですけど、でもそういうオフ機能とかあるってことはそういうことですよね。やっぱりね、オフにしてまあ守りなよみたいなことですよね。まあ僕の単純な考えだと、まあそんなんやめようぜと思いますけどねねえ、だ誰も特進にそんなんやめようぜみたいな、そんなそんなよりなんか楽しくあれしようよみたいな。まあ、やっぱね、人それぞれね、その捉え方があるったりそういうのがあるんで、まあ分かんないんですけどね。その僕らが作ってる人たちの意図と反して見方がね、そういう違う見方で見られたら、まあ、そうとも捉えられるなみたいな動画なんていくらでもあるじゃないですか。あ、そういう捉え方で見たんやみたいなね。あ、それやとまあそのコメントもわかるなみたいなあるじゃないですか。まあそういうのがあるんで、まあ、一概にああいうコメントを入れとる人たちが悪いかって言ったらそうでもないとは思うんですけど、そのね、見方が違ったんだなっていうふうには思うんで、まあ、でも大体そういう入れてくる人一緒ですけどね、ね、名前いつも一緒ですもんね、大体ね。もはやファンですよね。おお、すげえ。スキヤのドライブスルー渋滞が起きてる。結構今もう9時ぐらいなんですけどね。すげえ並んでますね。時間に牛丼食うんやん。
別にいいか人のことやで別にいいか、そんなことはね。これ何にも何にもなんか意味のない話してますよね、僕ね、多分ねえ、しかも今何分経ってるやろうね、これねえ、結構喋ってた、もしかして結構喋ってたよね、多分ね。今何分だろう、ちょっと止まってかけて今ね、今その録画してるとこの秒数見たらね、今41分ぐらいになってたね41分、何喋っとったやろな、これね。どうしましょう、本当に。はや、僕最初に何喋っとったかもう覚えてないですからね大丈夫かな、これ。見てもらえるような動画になってるのかな、これ。見てもらえれるような、まあ、あの音声オフにしてもう画像だけ見てくださいって言わなかったの、これねえ、よりはもうね、画像も綺麗に撮れてるかわからんよね、これね。本当にあの、でも本当にね、あの、何回も言ってますけど、こういう長い動画はあの、もう休みというか、なんていうんですか、ちょっともういいなと思ったら、あの、止めたりスキップしたり、そういう風にしてみてくださいね。あの、本当に長いんで結構でも長いやつがあの面白かったりする場合もあって、僕なんかでもそうなんですけど、本当1時間とかあの2時間とかそういう動画がたまにね、やっぱあるんですけど、なんかあのこう予想ね、ブラーっと言ってる時とかにもうただただこう向こうで流して聞いてる、あのそういうのが結構、そういう長い動画ってありがたいんですよ。僕結構そういうので聞いてたりして、で、あのアメリカの USA のトラック野郎さん、あの人とかも長いの出すじゃないですか。あの人とかの僕ずっともう なんかこうずっと流してるっていうのが結構あって、なんかね、そういう使い道してくれたらあの嬉しいですこうね、ずっと流しておきたいって時に、なんかこういう長い動画って嬉しいんですよね。あのちょこちょこなんていうんですか、切れたりしないんで長いの嫌な人は本当に勘弁してくれよみたいな感じだと思うんですけどあ、そう前言ったんですよね、その途中で終わるのが嫌だからずっと見ちゃうって人も、そういう人にはちょっとわあ申し訳ないなと思っちゃいますけどね、長くなっちゃってるから申し訳ないなみたいな、なんか途中で切るのがあれやもんで、なんかやっぱ最後まで 見ちゃうって方がいて、そういうの聞くと、あ、もうなんか長くなっちゃうとまずいかな、もう悪いなみたいな思うんですけど、勇気を持って切っちゃってくださいあ、でも多分ね、そういうのがあるんですよね、あの途中でこうプッて終わっちゃうのが嫌っていう感じね、うん、なんか分かるって気もするんですけど、まあ、僕はでも結構バシッて切っちゃう人なんで、なんかこう満足感があるともうピシッてそこで切っちゃう人なんで、切っちゃったり、まあ、スキップしちゃったりする人なんで、
あれですけど、まあ、なんかそういう気持ちもなんか、あ、分かる分かるって言えば分かるなって感じはするんですけど、僕のしょうもない話をダラダラとしとる間にトヨタまで来ちゃいましたね。よいしょ。ここだったら信号だからと思ってあれしたけど映らないかな。これ1時間ぐらいの動画になっちゃうんで、この辺で終わろうかと思います。はい、見えるかな、見えないかな。それでは長い間ありがとうございました。また次の動画で、バイバイ。